ロビンフットの夢は、1924年制作、公開、金森万象監督による日本の劇映画である。ロビンフットは誤り、サイレント映画、剣劇映画である。1922年、アメリカ合衆国のユナイテッドアーティストが、アランド・ワン監督、ダグラス・フェアバンクス主演のサイレント映画、ロビンフット・ロビンフットにインスパイアされた。 東亜キネマ当寺院撮影所所長の牧野昭蔵式の元1924年金森万象が脚本を執筆、監督したのが本作ロビンフットの夢である。同撮影所では同年フレッド・ニブロ監督、フェアバンクス主演の気血ゾロをした時期に解決画家が制作されている。どちらも主演は高木新平である。撮影は解決画家に 田中茂次郎としてクレジットされている。田中十三が田中茂太郎としてクレジットされている。舞台は当時の現代に置き換えられてあるが、フェアバンクスが演じたロビンフットを高木新平、エニット・ベネットが演じたメイドのマリアンを牧野テルコ、ウォーレス・ビアリーが演じた。リチャード・一世を中根隆太郎、サムド・グラスが演じた。ジョン・王子を、マを牧ノル、る、ビラード・ルイスが演じた。 タック神父がそれぞれ演じている。ありがとうございます。